初登場はパワー型、開幕から3試合連発デビュー。ミートが B に到達、ファースト適正も C になった。パワーは下がったが、超パワーヒッター広角打法持ちは変わらず強い。特殊能力に対左投手が追加された。初期の頃の能力に戻ったが、特殊能力は超広角打法。ミート爆上がりでパワーも A、 首位打者&最多安打ダブル受賞。ミートも A でミート型に、守備適性もファーストのみになった。ミートパワーは減少したが走力は謎の上昇。パワーは減少したがファースト守備適性は B になった。再び称号でパワー A が可能、初のゴールデングラブ受賞。ミートは下がったが同地で登場。ステータスはシンプルに強い。今年も好調でキャリアハイの成績お願いします。